二人のロッテは、児童文学作家エーリッヒ・ケストナーが1949年に発表した小説。元は、ナチスドイツ時代に当局に追われていたケストナーが、編名を用いて、映画の脚本として書いたものであったが、当局に発覚して制作が中止となり、戦後になってから公表された。ちなみに二人の主人公、 ルイーゼとロッテの名前は、ケストナーの内縁の妻であったルイーゼロッテ・エンダーレの名前を半分にして名付けられている。この作品を原作とした演劇、映画、アニメなどが多数作られている。オーストリアのケイニヒコハンにある子供の家には、毎年夏になると多くの子供たちが国内各地からやってきて夏休みを過ごす。 ウィーンから来たルイーゼ・パルフィーとミュンヘンから来たロッテ・キルナーはお互いがあまりにも似ていることに驚き仲良くなる。そして互いの生まれた日や生まれた場所が同じことから自分たちが実は双子であり音楽家である父親の仕事中毒が原因で離婚した両親がシングルマザーシングルファザーを装って子供を一人ずつ育てていたということを知る。自分たちの両親が どういう生活を送っているかを知るために、双子は髪型を相互に入れ替え、相手になりすまして帰宅し、状況を報告しあった。ロッテの病気で、二人の入れ替わりがバレてしまい、最終的には、両親は再婚する。劇団式初演は1971年の日清名作劇場。それから何回か、全国公演等の公演を繰り返している。大月優と、 大月めぐみは実の双子である。NHK 子供ミュージカルのタイトルで1974年1984年2000年に公演放送されている。私と私二人のロッテのタイトルで1991年から1992年まで日本テレビの三井不動産アニメワールド枠で放送。全29話、ドイツを中心に何度も映画化されている。 本案では以下の映画がある。ありがとうございます。